じゃあ皆さんこんにちは。もっとスッキリ切り抜き名場面始まります。何それ？切り抜いた。おお。この動画では生放送で印象に残った出来事をスタッフとともに、私森と後輩の岩田アナウンサーが裏話を交えて振り返ります。今週と言いますか、もう本当つい先ほど、うん、あのオープニングトークすごく盛り上がりましたよね。金曜日のね。今日はね、このびっくりチキンがついに喋るようになりました。言ってる。はっきりアンパンマンつってるじゃない。アンパンマン。時間これ。あ、ちょっと俺ママできるようになった。あ、ちょっとやってみてください。あ、うまい。ママになりました。できた。ママできた。できた。ママ。ママね。ママ。あのお腹押して、押してから口押さえて、で二回指パンパン。はい。ちょっと空間開けます。ああできた。うん。ママって言ってる、言わしてるじゃないですか。言わしてるんだけど、何回もこの子がママって言ってると、すごい母性が目覚めてくる。可愛くなってくんの。加藤さんがね、すっごい優しい顔してたんですよ。可愛くなってくんだよね。すごい長い時間やってましたもんね。ね、今日ちょっとなんか全体的にあのおひちらかした感覚はあります。あ、本当。はい。なんかずっとね、こうびっくりチキンってこうちっちゃい時からバラエティ雑貨屋さんとかで見てましたけど。うん、こんな遊び方があるとは、ね、あれ見つけた人すごいよね。すごい。いけます？今ありますけど。いや大量に6話くらいいる。そう、じゃあやりましょう。森さんもね、 CM 中ちょっと練習してたりしてたから、はい、ではじゃあ私はパパが難しいんですよこれ。できるできる。アンパンマンは、うん、すごい。この普通に押す音がアンで、パパがそのアパンがパパで、マンがママを順番にやればなるらしいんです。しゃっくりしてるみたいになってる。でこれね、もう何度も何度もやってんなと思うでしょ。やったら止まんないから、愛しくなっちゃって、本当にこんな可愛くママって言われたことない。まあいないんでね、子供。そりゃそうだよね。スッキリ。ノーベルブライトさんのサプライズがありましたが、高校生とのコラボ良かったですよね。こういうサプライズって本当に幸せになりますよね、見てて。いや、なんか羨ましかったね。緊張するな。失礼します。こんにちは。やばい、照れるな。踊ってる曲を生でそこでやってくれるって、そんな体験ないじゃないですか。すごいよね。すごいレアな経験ですよね。そんな感動した、お二人とも感動した、まあ、ダンスワンプロジェクトだと思うんですけれども、はい、お二人もうダンスの練習しなきゃいけないのではないでしょうかと。気持ちいいと思いますよ、もう全部踊れるようになったら、うん、でやりますよ、はい、楽しみ。じゃあちょっとそんなお二人へ、ある方からあの激励の激励ビデオメッセージが届いているので、ちょっと見ていただきたいなと。はい、誰だろう。スラックスの感じ見ると、藤富さんじゃないか。藤富さんじゃないと思いますね。違う、誰だろう。五郎さん。五郎さんが我々にダンスで激励するってどういうこと。
頑張ってくださいねっつって、はい、誰なんだろう。じゃあどうぞ。あ、これ私でいいんですか、座って、はい、スペースキーを押してください。違う、それエンターキー。あ、ごめん。もうさ、頼むぜよ。いや、今週本当頑張ったから。スペースキーとエンターキーわかんねえのかい。いきます。はい。ほらー！岩田さん、森さん、そしてスッキリ公式 YouTube のご覧の皆さん、橋本五郎です。二人ともダンスの練習は進んでいますか？アナウンサーといえばね、もう喋ってりゃいいと思ってたんですけど、そうはいかないですね。踊りも上手くないとこれは認められませんよ。私のふるさと秋田放送のアナウンサーもね、もう一生懸命練習して、そして一足早くダンスの完成動画をね送ってくれたんです。もうぜひね二人に見てもらいたいと思います。ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは、秋田放送の友下のぞみです。私は高校生の頃クラシックバレエを習っていて、はい、当時は毎日のようにスタジオに通い練習していました。ゆっくりのテンションで喋る。今回高校生の皆さんのダンス動画を見て、やっぱりダンスっていいなと懐かしく思いました。嬉しいな。ブランクは長いんですが、そんな当時の気持ちを思い出しながら一生懸命練習しました。ご覧ください。ご丁寧にありがとうございます。ありがとうございます。え、わー、すごい。マジじゃん。秋田放送さん、カメラワークよ。鴨下さん断ってよ。言ってるけど。うわ、すごい。すごいですよ。これダメだよ、こんなにやっちゃ。すごい。すごい。こんな高等っぽく振ったのに、こんなにダイナミックに。いつも通りの退屈な日々。稲妻のような衝撃たちが突然僕を眩しすぎる世界へ連れ出した。その景色は少年時代の僕の五郎の憧れと姿を変えた。橋本五郎が自分で立てた夢を叶えるスタジオで踊ってる。全面協力じゃない。信じてれば間違いなく未来のシャグになるよ。すごい。終わらぬ旅の始まりを手を振って笑い合っていこう。何は理由がこれからもずっと先人人のストーリーを描いていこう。出た、橋本五郎文庫。いや、そんな狭いところで踊ったらダメ。うわー、素晴らしい。岩田さん、はい、森さん、きっとね自信あると思いますけども、しかし秋田放送に負けてはいられませんよ。ダンスの完成動画楽しみにしてますよ。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にもうすごいわ。鴨下さんすごかった。すごいわ。あれ、涼しい顔で踊ってらっしゃいましたけど、本当全身使うのにキレッキレで、これどうしてくれるんですか。大変もう厳しい状況になってまいりましたね、はい、森さん。とんでもないことしてくれたなっていう感じですね。どんどん追い詰められていく。追い詰められていきますよ。だってあれは鴨下さんもすごいし、秋田放送さんの全面協力だったじゃん、はい、五郎さんに。じゃあどうぞ。五郎さん、スタジオで待っててください。ちょっとどういうこと。いや、スタジオではやらないんですよ私たち。そっか、うん、あ、
捨てらせてもらえないんですか。そうです、我々は、はい、はこっちで。わかりました、はい、そしたら五郎さん VTR で待っててくださいということで。そうですね、はい、お二人にお見せしたあの鴨下アナ の、 そのダンス動画はあのこのスキーの YouTube にもアップする予定ですので、すごいね、全国のネット局の皆さんが踊っている動画を送ってくださるという予定になってます。早めに動き出そう。レベルが高いのをどんどん見せられてからだと動きづらくなるから時間でカバーしましょう。そうだね。今週もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。朝8時からのスッキリもどうぞよろしくお願いします。またこちらでお会いしましょう。さようなら。